違います。喋ってるよ。なんで喋らないの？喋ってますが。マティアスは帰った。俺だけだよ。今パレパレです。止まるとこがない。止まるとこが。今雨降ってんだよ。雨降ってて、もう身動き取れないわ。誰でもいい、止めてください。電池も限りなく少ないんで。タクシー乗れます。近いからお願いします。はい、迎えに来てください。さっきローソンから戻ったパラパラいなくなってた。俺ら探したよ、ナオチン。ナオチンがいなかった。ナオチン探して。俺いくらあるの？ホテル取れるやつもあるよ。だけどお金は使わないの一切。2分ぐらいで。あ、待ってます、ゆいさん、場所わかりますか？2分でゆいさん来てくれるって。そんな近いの？大体本当に？マティアス帰った。歌舞伎町です。2分で来れないでしょ。釣りかな。本当です。待ってますね、ゆいさん。待ってます。マティアスの方が年上だろ、呼び捨てにするなよ、ゴミ。
マティアスって名前本名じゃないから呼び捨てにしていいんだよ。石川のりゆきだって呼び捨てするし、これこれだって呼び捨てするよ。問題ある？いや、ないです。はい、家がありません。新宿です。さよ野宿だな。お金も使いたくない。今歌舞伎町の1丁目ローソンについて向かってます。1丁目って遠いけどね。遠いよ1丁目は。正直なんぼなんだよ10万円。歌舞伎町交番前です。だから何か言わすのバカは。金は使いたくないの、貯金したいからって言ってんじゃん。話聞いとけよ。何か言わすんだよこれバカは。ほんと頭悪いな。何か言わすなバカ。ブロックなお前、うっとうしいから。口酸っぱくね言ってんだよこれ。 NG、 二度来んな。 NG 言います。はいですよ、なおちんさん、待ってます。キレる人嫌い、私パルさん、こっち来なくていいよ。はい、じゃあもうね、来なくていいんで釣りだし、さよなら。収入ないの貯金、収入あります。日本語通じないね、ほんとに。あ、いいよ、ブロック入れるから。二度と来んな、カース。あ、NG、囲いだけです。はい、NG。 はい、二度と来んなゴミ。来なくていいから。あー疲れ。いや、いいです、いらないです。ブロックな、お前も。あー腰が痛い、しんどい。疲れるわ。ブロック、お前釣りだからいらない。僕の来なくていいよ、あっちは。はい、うざい。今それ、あの、今日は耐えきれるメンタルしてないから。耐えきれる今日メンタルしてないから。アンチコメ今日 NG。 アホばかりはしんどいし。アンチブロックして何人残るんだよ。今ブロック入れてるけど増えてるけど減らってる。ブロックね、どうしたんや。だからアンチコメはブロックだって。今日は無理だから。何があったの。ブロックだっつってんだろ、なんもない。アンチコメはブロック入れるっつってんだよ。日本語通じねえのかバカ。マジで聞いとけや。本当にうせえんだよお前。あ、ブロックなの、笑ってるやつも。
NG。 あ、 NG。 いや、いい、もうほんま何も言わずに入れるから。二度と来んな、ゴミ。二度と解除もしねえよ。欲しいな。そんなに怒んないで。俺のこと叩いてるやつ NG に決まってんだろ。叩くだろ。じゃあ俺のこと叩いてるやつ叩いて。叩かないやつも NG。 二度と来なくていいよ。しんどいから。ラジオヨアサミさんいらっしゃい。マジでエナジー入れてるから。囲いだけでいいです。はい、囲いだけでいい。ツイキャスは邪魔なんだよ、ゴミ。俺が今までな、優しくブロック入れとってやったんだよ、お前。な、こういう時だけもうやってくんだよ。空気、おめえ。マジで。どんなツッコミでブロック入れるかな、噛みすぎも。邪魔なんだったら見んなよ、ゴミ。気持ち悪い。人の枠見てん、どっちだよ。もう何回も言わすなよ。お前らにして俺の枠見てんだろ。二度と来んな。だからほんと NG 入れてるから。いや、もうちょっと今日イライラしてる。はい、今日は無理。イライラしてるから、うぜえ。あ、当たり前だろ。機嫌悪いに決まってんだろ。こんだけアンチ叩かれてたら腹立たない方がおかしいんだよ、そもそもが。今まで目つぶってやったんだよ、お前、ゴミ。なあ、今までは。今まで目つぶってやったけど、もう耐えきれねえからブロックじゃ、こんなもん。二度と組んだ、カス。そうだろ。なんで俺が今までアンチでブロック入れなかったかっていうと、楽しめるようにしてたんだよ。けど俺が楽しめなかった意味ねえなと思ったから、ブロックじゃ、こんなもん。さよならしたよ、本当に。いつまで止まるまで。行かない、やめねえよ。あ、そうです、髪切ったな。何回も何回も同じ質問で、何回も同じ質問の返し、疲れるんだよ。空気も読めねえバカよ。二度と来んな、俺の中に。邪魔じゃん。そうですよ、レントブロック。髪型さ、よし、充電やばいよ、電池ない、ギリギリだから、これ1時間2時間で終わるよ。やばいよ、汚ね、お前の汚ね、ピエンとか。あ、よし。ああ、ノージュック。
なんで囲いはさ擁護しないの。擁護しろよ、俺が叩かれたら。本当に囲いって言わないんだよ、そういうの。無能って言うんだよ。一人のリスナーが叩き出したらお前らも叩けよ。それができないんだったらやってる意味ねえから、放送やれよ。叩き出したら消えろって。消えろでいいからリプライしろ。潰せそいつね、潰せよ。潰して OK、 潰そうぜ。はい、消えろって。ああ、もうブロックだからアンチコメはね。はい、あ、ちなみに俺に対して消えろもブロックね。リードと組んだ。別にアンチコメブロック入れたって閲覧増えるから。じゃあな。あ、 DM 送っても解除しねえから興味ねえ。疲れてるよアンチコメで。疲れないどころか疲れるわ。やっててしんどいわマジで。そう、疲れないんですかって言われる。疲れるに決まってんじゃんな。俺一人でさアンチコメさばいてんだよ。誰も擁護しねえからな。疲れんだよそれが。擁護ぐらいしろや、ね、ブロック入れるから俺に対してマイナス的なことは二度と来んな。ブロックも解除しねえから。僕のこと覚えてるの？覚えてない。リアトも来て。リアトツ眠いよ。覚えてない。リアトツ来て。ご飯食った。リアトもなんかいないだろう。リアトツ来て。リアない。リア突だよ。もうね、来ねえんだったらもういいよ。だったら興味ねえよ。リア突も来ねえ。無能が。NG。今日はアンチにコメントしてさばける記録がないから疲れてる。 NG お前。寝ると食うんだゴミ。怒らねえよ。あのさ、アンチされてたら怒るだろっつってんだろうが。今まで怒んなかったことにお前感謝しろや。俺がなんか犯罪でも犯したんかお前この野郎。態度気に食わねえが叩いてるだけだろゴミなあ。態度が気に食わねえから鬱陶しいんだよそういうの。気に食わねえどっか行けマジで。あのさ、人の枠で
つまんな面白くないって言う前にお前ら自身がなんかおもろいことやれや。お前らのために面白くやってねえんだよこっちや。おいうぜんだよ。うぜえわ。もうねリアトツ来たら全員怒鳴りそう。話しかけてくんなってゴミってマジで。なんか女見ててもムカつくもん。あうずしてるわ。話しかけても無視するから。ゴミが消えろお前。落ち着いてほしい。話しかけてくんなって言うんだったらリアトツを見たら、俺のことを知ってるやつ話しかけてくんなって言ってるだけ。リアトツなんて言ってねえんだよ。俺に対してリアトツじゃねえんだよ。あ、喧嘩だ。喧嘩始まったよ隣で。ゴミが始まったよ喧嘩が。ああ喧嘩だ。ああ。ああやれ。やっちゃダメだよ。やめよ。ダメだよ。落ち着いて。落ち着いて。あーダメだよ。あー落ち着いて。あーあー男と女の女二人いるんだよ。カッコつけてる男二人。ゴミがな、ゴミがよな、やめろよお前そういうこと。本当にやしろよゴミが。喧嘩すんじゃねえゴミが。あーあー女同士の喧嘩しちゃったこれ。まだやめろやめろ。あーあー振り向いてやめろ。あーやめよう。落ち着いて。やめようもう。ああ。やめよう。やめよう。殴れもしねえな顔ね。ああ髪の毛ダメ。ほら早く。やめよう。やめようやめよう。ほら。ああ。どんだけ。いいよ。やめよ。やめよ。早くじゃあ離して。喧嘩。やめよ。やめようよ。やめようぜ。ね喧嘩良くないよ。なんだよ喧嘩。落ち着いて。ケース来ちゃうよこんなん。やっちゃダメだよ。やめよう。やめようよ。中華で女が中華入ってんだから。さあ。女二人いるんだ彼女同士二人でな。終わった。これで運勢変だ。落ち着いて落ち着いてちょっと。あー落ち着いて。どこ
喧嘩しないで。お前さんあれです、喧嘩しました。お前さんあれ喧嘩しましたよ。お前さん言ってください、喧嘩しました。あっちあっちが喧嘩してた。髪の毛引っ張ってたけどね。最後謝れよ。うん、絶対謝んねえ、おめえなんかやらずに。バーカ。ほら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 。やめろって。うん。じゃあ終わればいいよ。そして頭悪いんだね。うん、俺頭悪いよ。だから謝んな。バーカって言えんの？ね、俺が悪かったね。ダメですよ、ダメですよ、暴力ダメですよ。落ち着いて。言ってない、言ってないよ。言ってない、言ってない。寒い。震えるわ。寒すぎて。寒い。警察もいるよ。髪の毛引っ張ってたけどね、見たけど髪の毛引っ張ってたけどね。寒い。あー震える、震える。あー寒い。あ、散ったわ。散った。警察もいなくなったわ。目の前で喧嘩だよ。で、髪の毛引っ張って、帽子蹴って、通行人に帽子当たって、カスばかりだな。終わってな、上木町。本当に。カスばかり。人に迷惑かけるなよ。ね、他人に迷惑かけるなよ。どうして他人に迷惑かけるんだよ。おかしい。いいだろ。言ったことだらけじゃん。理解しようよ。理解。
歌舞伎町のホストしか知らねえよお前。話しかけてくんなお前。売名が話しかけてくんなお前。だから何なんだよ。あー寒い。さすがにかわいそうじゃね。歌舞伎町のホステス知ってますって、お前名前売ってるだけじゃんこんなの。何がかわいそうなんだよ。当たり前だろお前、いきなりね俺の一言もかけずにさホストやってますって。前目ツールじゃねえんだよ俺の枠は。いらねえんだよお前なあ。女騙して金取っているお前に言われなくねえんだよ。お前も何もしてないじゃん。俺警察にちゃんと提供し、情報提供な、髪の毛引っ張ってましたとか、あの人ですってちゃんと言ったよ。完全にお前立派な通報者だろ。立派だろ今やったこと。事情聴取来てなきゃ、俺が指示しなかったら動かなかったよ警察は。どっちのどれかって俺が指さしたんだぞ。俺の指先でお前は理解できたんだぞ。あれがなきゃもっとすごいことになってたわ。俺が戦争を止めたんだよ。この戦争を止めに来たんだよね。えお前の2秒間無駄じゃなかったんだよバカ野郎。よし、ちょっとメンタル回復してきたからアンチコメ全部解除するか。仕方ない、勝負するか。よし、全解放だ、全部解放だ。はあ寒い。自分が止めに行かったらなぜですか。怖いもん、殴られるかもしれないじゃん。殴られたくないもん。当たり前の自己防衛だよ。だから俺の指示で警察動いたから、警察いるんだし警察に任せるでしょ。何お前当たり前のこと言ってんだ。お前警察行って俺が止めに行くんか、警察がいるのに。アホじゃねえのお前な。止めに行かねえんだよそういうのは。そうだろ。あの夜遊びさん、あ夜遊びさん、またはい、すいません。出しゃばってないじゃん完全に。俺の指示がなきゃ警察は動かなかったっつってんだろ。俺の指先で警察は動いたんだよ。犯人の特定ができずに、お前さ あっちかあっちですって、あれがなきゃお前動かなかったよ。誰か誰がやってんのか分かんなかったよなあ。俺の指示通りだよ、ね、俺の指示通りなんだよ。え歌うの、歌うの、嘘を知らない。嘘嘘、リスタートの時にあったやん。あったっけ。第6通話でリスカしたやん。あ、リスカ、あ、リスカ、あ、リスカした子。そう、大丈夫リスカ。暴露ありますよ、暴露。何言って、暴露あるの、暴露するよ、これ言って。クラインさんとね、クラインさんとここいました。え、何歳なの。え、クラインさん今配信始めてる。やばい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 、逃げろ逃げろ。え、何歳何歳ちなみに。16です。え、16。あ、そう、本当に。え、なんだこれ、これそんなわけ。え、ラインあるよ、ライン持ってる。ラインも持って、え、今度暴露する予定だったのに言っちゃった。え、そう、これこそ言ってもらえる。それは今配信中、今配信して追加する。帰る、バイバイ。あ、今度これたの枠出まーす。あー本当に。え、待って、今何キャスですか。キャス、やばいやばいやばい、死ぬ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 。また出演しちゃった。1400人が聞いてるよ。本当にそれ嘘じゃない。ガチガチガチ、ヤンネ来た、ヤンネ来た、家も言える、家も言える。家行ったの。行った、呼ばれた。え、酒めっちゃ飲んで、飲まされて。酒飲まされたの。そう。あと、ちなみにあのクラインさんのお家のトイレに何？生理用品ある。常備してある生理用品。え？しかもよ多い日よ量の。嘘でしょ。
今監視してると思うの。何歳なの？米読んで、米読んで、え、これこれ案件だって。そうそうそう、暴露します、今度は出ます。嘘でしょ、マジ。16歳なの？イエス。16歳でクライン君とパコったの？パコりました。2人とも？いや、私はキスしかしてない。無理やりされたの？無理やり。ちょっとベロ出してきて。え、お酒飲まされたの？飲まされた。え？それ本当に LINE も持ってるの？ LINE 持ってる持ってる。いや、え、いや、なんかキャス主、あの閲覧100以上のキャス主8割 LINE 持ってるって言って。そうなの？え？嘘でしょ。これだよ。あ、え、トークもあるある、あるの？ほい。え、映していいのこれ？ダメ。これこれさんのアプリ。あ、そうなん、うん、嘘でしょ。マジ。今度これこれさんのアプリ。16歳の女の子無理やりキスされて、お酒飲まされて。パコったか、パコりました。パコったの？はい。え、でクライン君の家も知ってるの？知ってる。今からでも全然近いよ。今家も配信してるからさ、手続きしない。嘘でしょ。16歳なの？何歳？16歳。え、17歳。はい、今年17で16。嘘でしょ。マジ。マジか。ちょっと配信してる。いやいや、大丈夫。俺の枠影響ないから、これこれさんにいいな。うん、ありがとうね。気をつけ。リスカダメだよ、リスカなんかしてたけど。してない。してない。そうなの？本当？コルコルさん好き。まあそう。コルコルさん届くか分かんないけど。コルコルさん好きだよ。あ、本当に、うん、でも怖いよ。本当に、うん、え、16、え、どういう流れであったの？え、本当に一緒じゃなくて、で、なんかその日の朝に、あ、待って、そんなコレコレさんに、あ、コレコレさんにいいな、うん、いいないいな、コレコレさん件だから、うん、いいないいな。そう、学校の何欠席してパコりますか、ごめんなさい。昼でやったの？朝昼。朝昼2回？3回。3回？あ、いるわ。え？嘘でしょ。別人だから。本当に？バイバイ。ありがとうね。はい。また。また。うん。気をつけて。狂ってるな。やばいよこれは。可愛いのか？可愛くはない。なわかんない、微妙、わかんない。可愛いかな。なんかね、俺が歩いてた時に歌舞伎町で女の子2人いたの。でなぜかリストカットしてたって。で血だらけになって。で放送でまあふわっちだけどやったんだけど。その子がまた俺のとこ来て、暴露がありますと、何クライン君とやりましたという変な暴露をね。怖いね、今時の子はすぐ行っちゃうからね。だって俺すれ違っただけだよ、ものの10秒でも言われたよこれ。怖いね、女の怖すぎだろ今時の子は。はあ、まあ LINE とかも晒すらしいよ、これこれさんに言って、うん、ホスト言ってそう、わかんない、言ってそうだけどね。16歳の子だって。マジか。トイレに生理用品が置いてあるっていうのは、多分その発言はクライン君の家に行ったという真実味を出すやつじゃない？多分ね。ね、怖いね。ああ、クラインって人なんだか気の毒、気の毒ではないけどね、昔からだから、週刊誌に載ったからね、未成年って。
ね、懲りないね、懲りないでしょ完全に、ね、嬉しくないよ別に。一緒に前飲んだからクライン君、前クライン君と一緒に飲みましょうって言われて、ね、仲良く飲んでたんだよ、ね、ですれ違った子にさらりって言われたよ、ね、そんなのびっくりするよ、そんなびっくりするでしょ本当に。17歳の子は無理やりキスされたというふうなことを言ってて、16歳の女の子はクライン君とパコったと。マジか、泊まるとこ探さなきゃね、まあ、この話題触れてても仕方ないから。キスはねやられたって言ってたよ。そう、泊まるとこだよこれ、まあ、これはこれこれさんが取り扱うでしょ。俺にはでかいねやつだから、こんなの取り扱うかも分かんないけどね。捕まんないんじゃない、前も捕まってる人いるの、未成年飲酒でいなくね。でもすごい LINE の量だったよ。コレタン本人が捕まってる、本当かそれ、お前本当に言ったんそれ。いや、小岩さんが言うんじゃない、それ嘘だと思うけどね。やばい、俺クライン君とだって仲がいい方だよ。俺のせいになるじゃんこれ。だって勝手に言い出したんだよ、暴露ありますって。え、何って聞いたらねえ、そんなの知らないよ俺は。とばっちりだよ、ねえ、とばっちりだよ、ほんととばっちりだよ、あんなのねえ、笑うしかないでしょこんな。知らないよ、だから女の子2人で歩いてきてさ、暴露がありますって言って何ですかって聞いたら出すんだからさ、クライン君の名前。俺知らないよそんなの、これさんに言うらしいよ、ね、なんか LINE もなんか出そうとしてたし、コレタに出すっつって。怖いな、だから若い子とエッチは絶対したくないんだよ俺は、ね、あんな風にさ平気でバラすから怖くてできねえよマジで。じゃあ泊まるとこがないのにさ、なんで俺がね、俺そういう配信者じゃないじゃん完全に。クライン君頑張ってるんだよ、ツイッターとかさ1000万用意して10万円100人配りますってやってたんだよ。それを俺がなんか潰したみたいになるじゃんこれ。あーダメだこれ、放送できねえや。ちょっともういいや、今日はもうホテル取るわ自分の金で。これダメだ、もう放送できない、これもうクライン君ばっかでこれやばいわね、えすごいわこれ、できない放送がね。そんなもん16歳の女の子がね暴露されたらもう無理だ俺、これもう無理だ、できない、これ放送が荒れてるもん。あーくそ、朝昼晩、あそう、はあ、荒れてるよこの、めちゃくちゃだよ。
当に。警察こういう時に行けよ。俺が行かないよ、関係ないんだからね。あの女の子たちがね、オッケラーンってしてるけど怖いね。だから若い子とエッチしたくないんだよ、18以下は、ね、頭空っぽだからよ、本当にね。まあでも俺付き合うけどね、エッチとか。何言ってんだよデブ、付き合ってがエッチするけどね。いやなんかクライン君の LINE 出してたよ。で LINE の膨大な LINE をコレタに出すって、ね、でまあそもそもリストカットしてたらしてた子だからね、それはお前余裕だわな。リスナーさん言う誰もいないじゃん、誰かいんのじゃん。あ、でもこの放送荒れてるわ、大荒れだこれ、できないわ、荒れててこれすごいわ、これひどいわ、これ大荒れだ。でだからクナイン君がね、なんかね、俺知らないよ、俺は座ってて女の子2人があーパレパレだって言われて、で誰だと思ったら前放送してたリストカットしてた子で、あのパルに暴露があるのって言い出して、え何って聞いたらクライン君とエッチしたって、あそうなんだ、年齢はって16歳って隣の子もいたんだけど、そのお酒も飲まされたのってね、無理やり、なんか無理やりかかんない、お酒飲まされたって、隣の子は無理やりキスされたってね、でクライン君の家は生理用品常備してんのよみたいな話をしたんだよ。え、ね、こんなびっくりこくよ俺は。だって俺そういう配信者じゃないじゃん。やめろ、荒れてるわこれ。どうぞ、これ荒れてるわ。荒れてるわ。大荒れだこれ。すごいよこれ、荒れてるわこれ。すいません、敷地内座り込み禁止になっております。はい、すいません。足が筋肉痛で、ちょっとダメだこれ、放送できないや。ちょっとふわっちやろ俺は。ちょっと追加すごいわ。放送終わるわ、ちょっと一旦ね、怖いからふわっちやる、うん、ありがとうね。